マウリシオ・グージェルミンは、ブラジル出身の元会一ドライバー。サンタカタリナ州、ジョインビレ生まれ、パラナ州クリチバ市育ち。スーパーマーケットのチェーンを経営する、実業家の父のもと、裕福な家庭で育つ。8歳でカートを始め、1980年に、ブラジルカート、1981年に、ブラジルフォーミュラフィアットでチャンピオンとなる。1982年に、 イギリスに渡り、初年度にブリティッシュフォーミュラフォード1600でチャンピオンを獲得。ヨーロッパフォーミュラフォード2000では1984年に2年目のチャンピオンを獲得するなど実績を積み上げていく。1985年はイギリス海3選手権でチャンピオンを獲得し、マカオ GP も制覇。1986年より国際海3戦に参戦。 二年目の1987年にはランキング4位を獲得。同年の10月、イチ日本グランプリの初日に翌年からの F1、レギュラー契約を結んだことがレートンハウスマーチから発表された。マーチ時代1988年シーズンの開幕戦ブラジル GP にて、イワン・カペリのチームメイトとして、マーチからイチデビューを果たした。この年のマーチは、 ノンターボながらたびたび光る走りを見せ、ベネトンと共に、なぜへの中心チームだった。当初こそ、マシンの信頼性に苦しめられ、開幕から6戦のうち5戦で、マシントラブルによるリタイアを喫したが、それ以降は、シーズン終了までの10戦のうち7戦で完走を果たした。スピン内種クラッシュでリタイアしたのは、第11戦ベルギー GP と、 第16戦オーストラリア GP の2度だけであり、後者は中島サトルに追突されたアクシデントだった。また、特にシーズン後半は予選、決勝を通じてしばしば上位を走行し、第8戦イギリス GP で4位、第10戦ハンガリー GP で5位に入賞。計5ポイントを稼ぎ、ランキングで13位となった。また、第13戦ポルトガル GP では、 予選で自身ベストとなる5番手グリッドを獲得している。1989年は地元の開幕戦ブラジル GP にて予選12位から追い上げ3位表彰台を獲得。第7戦フランス GP ではスタート直後に大クラッシュに巻き込まれ横転するが再スタートとなったレースでは回想を見せ、回一で自身唯一のファステストラップを記録。 しかし、空力に対し過敏であり、信頼性も低いマシンに悩まされ、結局入賞は、ブラジル GP のみに終わっている。また、9度のリタイアと1度の予選落ちを喫した。1990年、マーチのメインスポンサーであった、レイトンハウスが前年にチームを買収したことで、この年より、コンストラクター名が、レイトンハウスとなる。この年のマシン、 CG901 は前年以上に神経質であり、特にバンピーな路面に弱かった。第2戦ブラジル GP、第6戦メキシコ GP ではカペリと揃っての予選落ちを喫したが、どちらもシリーズ有数の路面の荒れたサーキットであった。メキシコ GP 直後の第7戦フランス GP では、チームが改良型のマシン CG901 バイトを用意。 スムーズな路面のポールリカールでの開催であったことや、タイヤ無交換作戦がはまったこともあり、一時カッペリに、次2位を走行。フェラーリのアラン・プロスト、マクラーレンのゲルハルト・ベルガーらの追撃をしのいだ。最終的には、もともと信頼性に難があったジャットエンジンが、限界に達し、プロストに抜かれたところでブローし、リタイヤとなったが、久々の表舞台への登場となった。 その後、第11戦ベルギー GP で6位に入賞している。1991年アメリカ GP1991 年も、レートンハウスから参戦。第2戦ブラジル GP では、地元で予選8位につけ、期待を集めたが、決勝直前のウォームアップで車内の消火器が噴射し、足に火傷を負い、最終的には痛みに耐えきれず序盤で危険した。 他にも時折7から9位といった上位グリッドにつけ、決勝でも7位3回8位1回を記録したが、結局のポイントに終わった。基本的な戦闘力は前年以上に低下しており、カペリともどもリタイアを連発するシーズンとなった。また同チームの経営母体の企業のオーナーの赤木、明が、富士銀行の不正融資事件に関係し逮捕され、急速に資金難になったことから、 1991年シーズンをもって同チームから離れることとなった。ジョーダン時代1992年にはジョーダンに移籍。前年、初年度ながら高成績を上げたチームであったが、この年のチームは低迷。チームメイトのステファノ・モデナが4度予選落ちを期したのに、対し予選落ちこそなかったものの、グリッドは毎回回に沈んだ。決勝でも、 モデナは過労死で6位入賞を1回記録したが、グージェルミンは16戦中11戦リタイア、最高位11位の成績でノーポイントに終わった。結局、この年が最後の F1 となった。最終戦オーストラリア GP ではブレーキトラブルから激しいクラッシュを起こすという形でリタイアした。下位1を去った後はジャンプカーに出走。主に、 ブルース・マッコウのパックウエストチームに所属し、同じく元会一ドライバーのマーク・ブランデルをチームメイトとした。1993年にデビュー後、1996年まではあまり好成績を残していなかったが、1997年のバンクーバーで唯一の勝利を記録。最終的にランキング4位となった。またカリフォルニアスピードウェイで行われたレースの予選で、 一周の平均時速で240.942マイルを記録し、公式自動車レースの中の一周における最高速度記録を樹立したという新記録を樹立したジルド・フェランによって破られた。その後も優勝こそないものの、ベテランらしいイブシギンの走りで安定感を見せていたが2001年、長年病魔と戦っていた息子ジュリアーノが死去。その際には一戦を欠場している。 そしてよく2002年、開幕を前に引退を表明した。現在はアメリカに住み、植林事業を営んでいる。グージェルミンの家系は、マウリシオの祖,祖父の代から、車好きの一族を成しており、マウリシオ・グージェルミンの父、アルセウ・グージェルミンは地元では、クラシックカーのコレクターとして、有名な人物の一人である。その三人の息子たちも、幼い頃から、 そんな家庭で育ったために早くから車に興味を示すようになり、末っ子だったマウリシオは特に車への関心が高く8歳の時にすでに車の運転を覚えていた、と、後にマウリシオ本人やアルセウラが語っている。レースから引退して後、出身地であるクリチバ市内にある自動車博物館にマウリシオ・グージェルミンについての常設展示として、 カート時代の写真や最高速度記録を樹立した時の写真パネルなどが展示されるようになった。この博物館には設立当時、グー・ジェルミンの一家が所蔵していた15台のコレクションからそのうちの14台が寄付されている。ありがとうございます。